らっきょうを茹でるな。この動画では食材の美味しくなる使い方を紹介しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。その独特のシャキシャキとした食感と香りと辛みが特徴です。多くの料理に使われて、特にカレーや和え物、漬物として親しまれており、そのさっぱりとした味わいが食欲をそそります。またらっきょうは栄養価も高く、ビタミン C や食物繊維が豊富で健康にも良い食材です。その抗酸化作用によって免疫力を高め、体調管理にも一役買っています。今日はこのらっきょうの下処理の方法と美味しいレシピを紹介します。それでは参ります。らっきょうの下処理は少し手間がかかりますが、コツを押さえれば簡単にできます。まずらっきょうを流水でよく洗います。見やすいように今回はボウルに水を張って洗っています。流水がおすすめです。土や汚れを丁寧に落としていきます。くっついているものは丁寧に剥がしていきます。根と芽を切ります。包丁を使ってらっきょうの根の部分と上部の芽の部分を切り落とします。根の部分は少し深めに切るといいです。皮を剥いていきます。らっきょうの外側の薄皮を剥きます。皮は手で簡単に剥けるので優しく扱ってください。ここを丁寧に行うことで美しい仕上がりになります。塩でもみ洗いをします。ボウルにらっきょうを入れ塩を振ります。塩の量の目安はらっきょう1キロに対して塩大さじ2を加えます。らっきょうを軽く揉みます。傷つけないように優しく揉んでください。これによってさらに汚れを落とし、らっきょうが柔らかくなります。さらに時間があればこのまま30分ほど放置をしてください。この放置によって塩がらっきょうにしっかり浸透し、余分な水分を出してくれます。塩を洗い流します。もみ洗いが終わったら再度流水で塩をしっかりと洗い流します。乾燥させます。洗い終わったららっきょうをざるにあげ、軽く乾燥させます。これで下処理の完了です。この下処理したらっきょうを使って作っていきます。らっきょうの甘酢漬け。鍋に酢 50ml、 水 50ml、 砂糖大さじ1を入れます。中火にかけます。砂糖が完全に溶けるまで混ぜながら加熱をします。砂糖が溶けたら火を止め、甘酢液を冷まします。らっきょうをつけていきます。冷ました甘酢漬けを密閉できる瓶や容器に注ぎます。下処理をしたらっきょうを甘酢液に浸します。容器の蓋をしっかりと閉め、冷蔵庫で一晩以上漬け込みます。アレンジすることもできます。スパイスを加えます。甘酢液にクローブやシナモンスティック、ローリエを加えるとより風味が豊かになります。柑橘の皮を加えてもいいです。レモンやオレンジの皮を少し加えるとフルーティーな風味になります。保存方法ですが、冷蔵庫で保存し1週間以内に食べきるようにしてください。続いてらっきょうとツナのマヨネーズサラダです。下処理をしたらっきょうを薄切りにします。ツナ缶を開けて汁気を切ります。ボウルにらっきょうとツナを入れます。マヨネーズ大さじ2を加えて優しく混ぜ合わせます。塩と胡椒を少々振り味を整えます。
よく混ぜて全体にマヨネーズがなじんだら出来上がりです。らっきょうとツナはマヨネーズでしっかりと和えることでコクとまろやかさが増します。続いてらっきょうとチーズのオーブン焼きです。オーブンを180度に予熱をします。らっきょうを縦半分に切ります。大きい場合はさらに半分に切ってください。小さな耐熱皿にオリーブオイル小さじ1を塗ります。切ったらっきょうを耐熱皿に並べます。刻んだベーコンを散らします。ベーコンを加えることでコクが出ます。塩少々、胡椒少々を振ります。お好みでガーリックパウダーを振りかけます。らっきょうの上にとろけるチーズを散らします。パン粉大さじ1をチーズの上に振りかけます。お好みで粉チーズ大さじ1を追加します。オーブンで焼きます。予熱しておいたオーブンに耐熱皿を入れ約10分から15分焼きます。チーズが溶けてパン粉がこんがりとしたきつね色になるまで焼いてください。オーブンから取り出します。刻んだパセリを散らします。アレンジとして耐熱皿の底にトマトソースを塗ってかららっきょうを乗せるとイタリアン風にアレンジができます。温かいうちにパンやクラッカーと一緒に食べると美味しいです。ぜひ美味しいらっきょうをお楽しみください。本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。